皆さんおはようございます。さくらです。今日は学校がある一日を紹介していきたいと思います。今日のランチはピザとぶどうです。普段はパンをお昼に持って行っています。ほぼこっちに来てから毎朝パンを食べています。日本とは違い、教科書やノートはあまり使用せず、基本プリントやパソコンなどで授業を行っています。Now we have a math classes for first period. First class. Wow. Japan と比べると数学は簡単だと思います。We are finished the math class, and next we have a science class. の提出は基本すべてパソコンで行います。本が大きくてページをうまくめくることができませんでした。とても理解するのが難しかったです。 We finished science class, but we have two more class after lunch. 私の好きなランチの時間です。We finished eating lunch. This is so good. I love it. 3時間目は英語の授業です。今回はプレゼンテーションを行いました。授業ではパワーポイントを使って広告作成などをしています。授業が終わった後の学校が一番賑やかです。学校が終わりました。今は3時を過ぎたところです。これから友達と一緒にダウンタウンの方にお買い物とご飯を食べに行きたいと思います。はい、We're finally, yeah, we're going to the mall.